TBC ラジオお笑い地産地消バラエティガンバップ魂、2019年5月25日放送予定の YouTube です。チャンネル登録よろしくお願いします。誰も喋る。こんなにやるぞ。時刻は深夜3時を回りました。宮城から元気を発信、お笑い地産地消バラエティガンバップ魂のお時間。塾長のワキワキワッキー、ワッキー貝山です。裏番長の佐藤君高です。マネージャーの花です。ということでね、5月の最後の、はい、まあ土曜日の夜長でございますけどもね、はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ令和になりました。あっという間の1ヶ月ですね。ねえ、さあそんな中ですね、この番組も10年、はい、丸10年やっていますが、ずっとオファーをしてきた人がですね、はい、今日初登場ということで、まあ、TBC ラジオにもゆかりはあるって言っていいんですかね。そうですね。喋っちゃってしまった。声で、ね、白とかって、ね、じゃあ自己紹介お願いいたします。皆さん大変ご無沙汰しております。もう本当 TBC ラジオに登場するのは18年ぶりぐらいになるかと思うんですが、その昔は夜のワイド番組とか担当してました、DJ マサート君という名前でね、はい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 、していただいたりしてますけれども、現在は楽天イーグルスのスタジアム MC として、いろいろ頑張らせていただいております、千葉雅人でございます。どうぞよろしく。やってきたよ、この枠。懐かしい。懐かしいね、この時間。深夜、いやいや、最高最高、ありがとう。まあ実はあの彼がやってた番組ね、この時間帯ってなんていう番組でしたっけ。インディーズインデックスというですね、インディーズインデックスだ。かなりコアな音楽番組、はい、僕もあの2回ぐらい出させていただきまして、ね、ずっと擬音を言っていたというね。じゃあ音楽番組なのにワッキーさんが出てる時点で、はい、どうかしてるでしょ。だから深夜3時なんだよね。造形深いのよ。まあ、深夜3時だからどうみたいな感じでね、うんうん、でまああのそのね、あの番組に関してはもうなんか大喜利の番組みたいな感じあったんで、うんうんうん、そこでやっぱそういう風にやっておかないとこの番組はなかったんで、そうかもしれない、ね、だって当時珍しいんじゃないかな。そうそうそう、自社制作で深夜3時にお引越しっていうのは、うん、ね、だから本当これの元祖ですよ、うん、生涯塾長みたいなもん。まあ、そうそうそう、まあ、言ったらそういうことです。まあ、でもそれはおかしい。10年間オファーでなんでこのタイミングなんですよ。令和になってしかもだからね、それをやっぱ大きなタイミングじゃない。な、ね、時代は変化ですよ。じゃあ5月第一週に来てください。ね、うん、でもまだね、ちょっと正直な話、本当楽天で、あの、なんか DJ ってあれなの ?MC ですね。MC ね、はい。やってる千葉雅人なのっていう人がね、多分ね、もう一人一人いると思うんですよ、ラジオ聞いてて。ちょっとやっぱまあ、僕のコールで申し訳ないんですけど、ちょっとやってもらう。ワッキーさんの。そうそうそう。ああ、なるほど。まあ今ほらね、シーズン中ですから、まあ、選手の名前ってやっぱお困りしますね。そうですね。ちょっと、じゃあいいですかね。いいですか、じゃあ行きましょう。じゃあ、スタメン発表的な感じで。はい、お願いします。1番、センター、背番号4649。ワッキー貝山育成育成貝山さん。いや普通にやっちゃうとただ滑るんだよ、このはな。大丈夫です。大丈夫、今大爆笑です。今でも、ね、なかなかね、やっぱり、ね、スタジアムでやらないとこう感じ出ないもんだね。いやいや自分でやってても、いいと思う。俺のモノマネをしてる俺みたいな感じになっちゃうね。どうしてもね。でもそれじゃないの。自分のモノマネも自分じゃないじゃん。なんかそれ似てないのよ。ご本人だ。でも本人本人ですよ。ね、だからもう伝説のあの優勝の時のコールね、マー君コールなんかも彼やってたしさ。で最近なんかもね、僕とキミッペはね、はい、あの外周周りのスペースの方なんかで MC もあって、はい、去年一度ね絡ませてもらったんですけど、ね、まあ実はあのマサト君は僕の後輩ではあるんですけど、あまあ一発の飲み仲間で。大体土曜日この時間飲んでたりする場合もあるんですけど、はい、まあ、最近遅くまで飲まない。同業者で飲むのってあんまないもんね、この業界で。あんまりないんですよ。共通点がありまして。何ですか。寂しがりになってくる。かわいい。実は。あと照明がちょっと暗い。あのお宅ですか、二人とも結構、でもあんまこれ言っちゃうと彼の仕事に支障をきたすし、僕若干もう今オタク業に行ってます。今テーブルにテーブルですけどね。大丈夫だね、リハビリするじゃない、大丈夫しない、まあ、そんなわけで、はい、1時間 DJ 千葉雅人くんを会えました。いや念願かなってるんですよ、本当にありがとうございます。はい、さあ早速でございますが、メッセージもいただきますので、ね、紹介しましょう。はい、棚女子野菜大好きさん、土日とも青葉祭りに行って楽しんできました。はい、中でも印象に残ったのは恒例のアームレスリングです。そう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 、私は勝ったことがないので自信なく拒否していたんですけれども、ワッキーさんの勧めで挑戦した。意外に楽しかったです。はい、楽しい2日間でした。ワッキーさんお疲れ様でした。はい、2日目で君高さんとも会うことができ、はい、豪華でした。ね、よかったですね。で、会えた君高さんもね。はい、青葉祭りの MC お疲れ様でした。はい、
ゲララさんたちとも交流ができて楽しい2日間でした。特に1日目爆笑しすぎて泣いてしまいました、うん、またイベントへお邪魔しますと、君高さんも、はい、青葉祭りの寄せお疲れ様でした、はい、久しぶりにお話しさせていただきました、ね、といただいておりました。ありがとうございますね。あの、はい、アームレスリングのねちょっとイベントがありまして、チケット出たなって言ったら、うんうん、まあ、あのアイラブレタマさんはですね、うん、一応1回戦勝ち抜きと、なかなかいい感じでね、その後ね青葉祭りでアームレスリング、あ、ちょっとそうですよね、あ、いろんなねものがあるんですよ、うん、あの上野隆実行委員長っていう方がそのアームの方もやってて、うん、でやっぱアームレスリングっていうのが、うん、今後やっぱオリンピックの正式種目にもしたいっていうような力が、うん、今ありましてですね、うん、まあ、とにかく裾を広げるためにみんなに見てもらうっていうのはお祭りだろうと、うん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 、だから本当に普通のお父さんとか手を挙げて、はい、びっくりした、アームレスリング経験者に、はい、あのさっきまで子供を考えてたお父さん勝ったからね、優勝して、いやこれすげえ結構面白いなと思って、面白いね、面白かった。で僕その時にステージの方では司会やってたんだけど、うんうん、そこマイクないんだけど、うん、あまりにも楽しかったから30分がなってって、それ若干今意外でしたね。影響しちゃう。でもそんだけやっぱりね、まあ、うん、俺腕相撲っていうのは結構さ、うん、特にあの親戚かなんかの集まりの時に、うん、お盆とか正月にね、うん、おじさんと喜ぶかみたいなところで、結構男の子はねやった経験がある、その中の延長でいろんなルールを加味してやっていくと、うん、案外ねちょっとやっぱ質の広いんじゃないかと、うん、それを正式種目でプロのスポーツだっていうことを知らない方が多いので、うん、これお祭りでやるといいっていうね。なるほどね。参加しなさいよって、やっぱお写真があるからさ、宮城の人はさ、そういうのやっぱね、いっぱいイベント出た方がいいんですよ、ね、はいはいはい、で、君っぺは君っぺで、うん、あのネタやって、あ、そうです、なんか MC やるよりもネタやってる時の方が顔が生き生きしてると、ね、そう、私はゲララからダイレクトメールできましたね。なんでゲララって伝わってんの、俺にくださいよ。で、千葉雅くんも今回は、まあ、楽天の話もそうなんですが、実は球場から違うところでイベントに出るという、はい、その告知を持ってきたんです。そうなんですよ、ね、はい、まあ、その告知は後からですけど、後だよね、びっくりした、ね、でも楽天はあの、ね、ちょっとあのタイムラグがあるんですけど、深刻なんでね、でもなんかの逆転も多くて、そうですね、いいですね、いや本当にあの見てても見応えがありますし、だって今ダブルエースを欠いた状態で、森本騎士がいなくて今 A クラスっていうのは本当に頑張ってくれてると思うし、ね、チームの雰囲気はとってもいいですよ、はい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 、まずやっぱ監督が素晴らしい、うん、ね、はい、もう本当にあの血が巡ってる感じしますよね、うんうん、今度外から見てたら、ね、でもそういうものでやっぱりね、うん、エースがいないからこそみんな僕たちが何とかしよう、で、その戻ってきた時にいい状態にしておこうっていう、そのみんなが 120% 力出している状態な気はする、だすごい頑張ってくれてると思って、うん、見て楽しいさ、うん、ね、この間も逆転した時はさ、ちょうど高校生が集まる、うん、ああ、そうそう、学生平日のデーゲームなんでなかなかあの大人の方来られないんで、あの学生さんがね大勢来てくれて、そうそうそう、そこで初めて見る人も多かったと思うんだけど、はい、あれ見せたら野球ハマるよ。ただね、あのすごい数で、はい、実は2万5000以上入っていただいて、うん、で小学生の皆さんにもやっぱり学校 あのお仕事お手伝いとか、うん、そういうのイベントがあってね、うん、出ていただいたんだけど、小学校だから2時ぐらいには帰んなきゃいけないのよ。なるほど。だから超負けてる状態しか見ない。後からニュースで見れば抜かれちゃって、だからあーってで最初やっぱりあの見せ場もなかったんでね、なんか楽天あんま面白くないなーって思った状態で帰ってってスポーツニュースみたいな感じだったと思う。でも逆転劇を見させてあげたから、そうだね、でもそれ見たらやっぱ今度休みに、夏休みになった時にはね、うん、ぜひ来てもらいたい。いやそうですね、夏休みのね、それこそワッキーさんたちがあのやってるあのステージ前なんかは、いろいろそのね夏スタートっていろんなこのね、うん、出し物とかイベントとかすごいよね、すごい、僕が言うのもなんですけど、いやいや、あの球場すごいですよね、すごいすごいすごい、うん、もうまあいろいろとね、もうこれやったりやっててついていけないなって声もありますけども、うんうん、まあ本当に最高のね、あの動員数なんかも、うんうん、あの記録したぐらいですから、はい、やっぱりね、いい方向に向かってると思います。そうですね、あとはもう要はチームが ね、 ね、また優勝を見たいの、ね、みたいね、通常だとね、この時期はもうその CS を目指してみたいな、はいはい、クライマックス、いや今年はもう優勝を目指して、はいはい、しっかりとパリーグの覇者を目指してやっていきたいと、ね、思ってますし、今そういう状態にあると、まあ、本当に頑張ってくれててね、はいはい、これから夏場向けでちょっと辛い、あの体力的にもきつくなってくると思うんですけど、はい、だからこそそのファンの皆さんに集まっていただいて、はい、背中を押してあげてほしいなと思ってましたね、はい、すいません、これ言えたらもう大体8分で終わるんですけど、今日13分かかってるんですね、これ見るとですね、スポーツ番組になっちゃう、悪いこれはね、大喜利番組そうなんだよね
コーナー。そうでしたよ。だから僕だって TBC でやってた時は結構大喜利番組だったりしてましたけど、ね、そうですね。なんか昔ティッシュをね、配っていたんだよね。ティッシュを配ってた。バイトみたいじゃない。バイトみたいじゃないですか、本当に。バイトみたいな。俺、今週はね、はい、1時間入れる気しない。よろしくお願いします、ね。はい、よろしくお願いします。あ、まだ10分ですか、だって一応ね。うん、はい、まあ、この番組はお題に挑戦してリスナーの大喜利バトルになっていますんで、よろしくお願いします。ゲスト賞もございます。ゲストと共に写真を撮ってサインを入れてプレゼントしちゃいます。うん、初参加の方は初メール対象もありますので、どしどし送ってくださいね。プレゼントは、ワッキーさんお母様経営の仙台立町にある居酒屋、わびすけの食事券、うん。サンドイッチマンの CM でもおなじみの焼肉冷麺山中屋さんからお食事券、うん。松倉さんからママも喜ぶパパ好み。発送に多少お時間いただいています。このようにプレゼントもありますので、住所氏名は必ずお願いします。さあ、今週は楽天スタジアム MC の千葉雅人くんと一緒に1時間盛り上がってまいりましょう。さあ、ということでね、初めてこの番組出演なんですけど、はい、この番組10年もやってんだっていう名前ねえ、ほんとお願いしますよ、ね。よろしくお願いします。はい、さあ、本日の出題のお題はすでに締め切っております。参加したい方は後ほど新たに出されるお題に挑戦してみてください。リスナーのネタ総当たり戦です。重さければ取ったネタから MVP が選ばれるという流れでございますね。なんかちょっとあれだよね、はい、まあ、僕より後輩なんだけど、はい、もう番組、大喜利の番組自体としては先輩なんで、若干なんかドキドキします。平常心平常心ポンダシェ、一ティッシュとかないの？そう、あんた番組です。出してくれないよ。出してくれないティッシュ欲しい。ティッシュ欲しい。そこに置いてあった。あ、そっか。さあ、それでは一つ目のお題です。こいつ大丈夫か？ガンタマ SP、GTSP がやりがちなことは？まあ、これ SP ということでスペシャルと間違ったかと思うかったみたいなんですよね。そうですね。これも SP というのはあれですよね、敬語をする。あ、そうですね。トシさん大丈夫か？今日もうな、千葉松と俺ばっか喋ってるから、もう君ってもう喋ってもらえたら入るぞみたいな感じで、はいね。さあ、ということでガンガン笑ってくださいね。あ、はいはい、喋っていいぞ。ね、いいぞ。はい、あと、あの、いただいたメッセージね、マスト君からも紹介してもらえますか、ね、はい、はい、さあ、参りましょう。こいつ大丈夫か、ガンダム SP がやりがちなこと。北海道札幌市、しけれんさん。頑張って魂の放送時間は仕事をしない。あー、そっか。いや、この時間意外と狙い目ですよね、やっぱね。ちょっと警護するのは、はい、ちょっと時間は警護した方がいいんじゃない？寝静まったあたりはね。はい、宮城野くん、へっぽこさん。病弱で常に雇い主におんぶしてもらう。よく慣れたなって思って免許持っていくから。青葉くん、ミスターわらすこさん。全員コードネームがついているが、それが誰か思い出せない。まあ、いろいろと、いろいろとありますけども、はい、まあまあ、全然覚えられない。これね、まあ、野球でもサインもそうだったりしてね。うん、あ、今のサインは、みたいな感じで。あの、一試合一回ぐらいあったりするんですよ。あるよね、サインとか。店あるんだよね。やっぱ、もう毎回変わったりする。もう誰か思い出せないんだから。あれだって、コードネーム、その特徴とかさ。そうね。もうね。あの、エラハリーとかさ。エラハリ ー, ハリー。俺は SP の世界わかんないけど、エラハリーとかついてる。悪口みたいな。エラハリー、そうそうそう、エラハリーね、ミスターエラハリー。秋田県和菓子、秋の日陰さん。常に武器ではなく、インスタ映えするスイーツを持ってる。今時いいっすね。なんなんすかね、今スイーツ、ね。そうですね。山形県中山町、サウサンさん。ラジカセを担いで警護してどういうことみたいな。ラップ始めそうですね。ラップ始めそうですね。ラップ始めそうですね。ステッカーゴリゴリに貼ってやつ。ラン DMC みたいな。そう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 。それはそれで。ちょっと時代が古いけど。時代がね、今令和ですから。そうです。京都市すりみさん、一つ目。自分だけ防弾チョッキを30日間。超怖がり。幽霊だなぁ。ビビってんだよ。走るのも遅いだろ。ビビりすぎた。すりみさん、二つ目。笑いの沸点が低く、ちょっと誰かがつまずいただけで地面を叩いて笑ってしまう。なことねえな、SP でガチッとしてるやつがね。地面叩いて笑ってる。ひょっこりだって今、ひょっこりだとか。笑いたに打たれちゃいます。SP じゃなくてもそういうやつあんま見たことない。そうね、俺以外食ってやるでも、床叩くの一生あるないね、なんか旦那さんとかもちょっと、まあね、机やったりしますけどね。山口県岩口
山口県岩国市ドミンゲスさん。山口県かみたいな、ね、すごいね。ボディーガードのことをボデーギャードと言う。ギャードってやりがちなことこれ。ギャード TDK のテープレコーダー。 TDK TDK ですよ。名古屋市カニクリームコロスケさん。自分にも SP をつけてる。ガンタの SP 飲むのやだな。これいくら金かかるんだろうな。お題参ります。こいつ大丈夫か。ガンタマ SP がやりがちなこととは。角田氏キックンさん。どう見ても寿司三昧の。なんSP 狙ってくれたみたいな感じです。受け入れちゃってる。どうぞ打ってください。すごいよね。すごい。逆に敬語する前だったどっしりと。どっしり、ね、青葉区忠義和さん。一つ目、ギャルがかけそうなグラサン着用。あのでかくて派手な浜崎あゆみさんみたいな、ね、昔で言うと野際彩子さん。大門さんみたいな、ね、例えが例え出すぎっすよ。もう夜見えねえわ。忠義和さん。二つ目、 SP の研修ビデオがなぜか SB 食品に所属していた頃の瀬古俊彦のマラソンをノーカット。いやいや。SB、SP みたいな。田田さんよく考えたんだろうな、いろいろとな。さあ行きましょう。こいつ大丈夫か。ガンタム SP ね、やりがちなこととは。涌谷町状況ボーイさん。一つ目、今ここ Now とすぐツイッターが。はい、ダメだ。ダメだね。まだ気っすね。そうそう、GPS なんかも入ってかもしれない。あるかもしれないよね、今はね、本当ね。今ね、そうです、うん、そういう時代ですから。状況ボーイさん。二つ目、鮭なのか鮭なのかでパニックになり寝込んでしまって有給休暇を取る。繊細。繊細っていうかどのタイミング。これおにぎり頼むときおにぎり頼むとき鮭だっけ鮭だっけ。恥かきたくないですから、ね、江戸の方鮭だっけ。あるんだよね。現実のようなあるんだよね。ほらこの時間にやるから寝込めなくなっちゃう。やめてもう。宮城の区5つの青い風船さん。暴漢が現れたので要人を隠し両手を広げてここにはいないと言って立ちふさがった。下手くそってことだ。あ、そうなんだ。バレバレですね。この時間わからなかった。下手くそじゃない。香川県庄司郡道家さん。ワッキーさん危ないと銃弾の盾になったが懐に入れていたガチャガチャのカプセルで助かった。俺じゃねえか。ガンダム SP がやりがちなこと、俺がやりがちなことじゃない。恋人のペンダントみたいな。ガチャガチャ壊れたガチャガチャのカプセル。そんなのないわ。でもあるかもね、砲弾ジョッキ運ね。今なんだりかんだりあるからね。もう疲れてたら大丈夫。大丈夫よ、大丈夫よ。乱さないように頑張りましょう。乱して乱して。広島市アホトキシンさん。フリー Wi-Fi を見つけて大はしゃぎ。ラッキー。まあ、それはね、あるね。あるしょうがない、それは。ギガ気にしてる。そうか、ギガね。だからもう防弾チョッキ3着着てれば大丈夫だ。あ、どっから撃たれるの大丈夫だ、Wi-Fi みたいな。一回すごいな。大里町、うなぎぬですまんさん。依頼人を守る時の構えが、うん、明らかに定禅寺通りの銅像のあれ。あれデュークサーリーみたいな。あれなんか家のそうだった。なんだ、夏のなんだっけ。夏の思い出です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 。よかったね、この時間聞いてね。ちゃんとね、分かったから。なぜだろうね。夏の思い出像、どこかで出てくる。キーワード、はい、覚えててください。キーワードちゃんとあの伏線回収しますから。あれかっこいい。お芝居みたいな、ね、予定通り言ってますからね。大丈夫、台本通り言ってる。ちょそんな確かめも18年前なかったぞ。なかったな。あれ続いて田田上司、野菜大好きさん。ビーチサンダルでいる。SP がこれ意外とキュッキュ落とするよ、これなっちゃいますよ。昔僕やった、それやりました。ビーチサンダルね。ビーチサンダル、いや SP じゃないし、やったよ。某有名な、はい、あの広告代理店に呼ばれてね、行った時に、僕はあのてっきり電信柱とか作ってるようなそういうなんかわっていうような会社だったわっていう会社ね。あの B さんと
はい、パンでウィースって言ったら、はい、そういう空気じゃなかったでしょ、みんなスーツ着てるしね。あのその頃よく知っててすげえ怒った、よかった、僕の怒りがあったから今ちゃんと逆転にいるんだよ、はい、ありがとうございます、はい、ごめんなさい、進めてください、はい、さあ行きましょう。神奈川県藤沢市よっきゅんさん、カトパンのパンって言葉に反応して銃撃だとダイブするいいよ、ガンタム SP やったこと、いい、ね、これ俺悪いけど、ちょっと意外したよ。あー、すげえアンテナがビンビンしてて、カトパン、ライトパン、ほらやっぱプロ意識持たないとね。そうだね、素晴らしいですよ、これ食パン、マジか、フジパン、ビンビンでしたよ、それ弱そう。ラストです、多賀城市エクスプロイラーさん、1時間おきに手品を見せた。まあね、まあ、急に来るし時間も随分あるから依頼者に手品を見せて、飽きなくていいね、いいね、依頼者がね、カット出したり、すいません、この方には私は嫌なさでも飽きなくていいね、いいね、いいわ、それやったわ、それ。さあこいつ大丈夫か、ガンタマ SP がやりがちなこととはということで、まあだからもね、まあちょっとね、もうゲストの千葉雅人氏に、はい、こうお目当てかなのありましたが、でも懐かしい、懐かしい、ね、あのメールの方もいたんじゃないですか。いやでも、うん、あの日本全国つつ裏裏からそうですね、僕やってた頃はほらもう宮城県だけみたいな、はい、はい、すごいなと思って感心してました。いえいえ、はい、すげえお利口さんのコメント、ありがとうございます、ね、さあということでやってみたいと思った方はですね、次回のお題に挑戦してみてください。次回はもう6月になりますかね、はい、6月の1日放送予定のお題になります。締め切りは本日日曜日中です。1つ目、悪役プロレスラーガンダマデストロイヤー、ついつい優しさが出てしまう、それは何？そうですね、悪役がついつい出ちゃうところ、はい、私は見逃しませんよっていうのをお願いしますよ、はい、2つ目、子供が話した驚きの楽しかったことをお願いいたします。これは本当に君っての息子ですから。あー、そうなんだ、はい、ね、もう先週ね、はい、本当チラ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 、ハワイだったんですか、ありがとうございますね、ということで満を持して登場でございますから、はい、お題はアメブロ公式ブログでもチェックできます。メールはgera@1260.jp gra@1260.jp にて、必ず住所、氏名、連絡先を明記ください。ツイッターからも参加してみてください。ハッシュタグはガンバッペ魂、またはガンタマで。仙台のカメラサークルノノスタイルさんに写真を撮ってもらいました。小道具をたくさん用意してもらって可愛い撮影に。ただ撮ってる途中に、花さんそれ食べてくださいと指示が。お皿もお花もぬいぐるみもとりあえず食べてみる、遊び心満載の撮影でした。ノノスタイルさんのインスタグラムやハンナのツイッターに画像があるので、ぜひチェックしてみてください。食べ物じゃないの、食べさせんそういう撮影でした。イメージがちょっと誰見てもね、もう本当に時々備品がなくなってるとね、食べてます、え、食べてないです、食べません今日はですね、はい、楽天イングス MC の千葉雅人くんをですね、はい、迎えましてね、はい、インディーズインデックスガンバペ魂をお送りしてるわけでございますが、はい、懐かしいインディーズインデックスは懐かしい、ね、この番組ですよ。あ、この番組、この時だから雰囲気あ、雰囲気、この感じね、そうそう、いや懐かしいけど、うん、やっぱりさっきも言ったけども、うん、あのやっぱ全国からでもいいやそれいやレベルが高い、本当レベルが高いですよ、でもその頃のね、やっぱり上京ボーイ君とか忠義和さんとかね、うんうん、その辺あたりはちょっと、ね、知ってる名前もあったんじゃないですか、うん、はい、ね、本当ね、はい、いいです、この生き生きザラジオがね、こういう感じですよ、ありがとうございます、ありがとう、頑張って頑張って、はい、さあまだありますからね、はい、さあこの後は一言ネタでございますね。今月の一言ネタは、お前とおったらおもろいわ、私だけどこで何誰といたら面白いというね、ここにこれがいると面白いなっていうのをですね、はい、1ヶ月やってみましたけど、はい、さあそれでは参りましょう。今日は最終日ということでね、はい、一言ネタ大賞もありますね。さあ参りましょう。お前とおったらおもろいや、私だけどこで誰と何といたら面白い、山形県尾花沢市世界のストレートさん、茶畑に加藤茶そう、確かに早口言葉みたいに絶対写真撮るよね、絶対写真撮るわ、茶畑に茶畑でそうでもないって言うね、そうで、でもこの時間に山形市のくるりんぱさん、やん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 、八木山動物園でベニー系いいよ、いいね、ベニー系やっぱ写真撮りたいね、撮りたいですね、ドリームランドですよ、はい、
いや随分でもあれ楽天イーグルス の、うん、あの最初のあたり、うん、もうちょっとバタバタしましたけどベニーケずいぶんかかってたんですよドリームランドが、ね、あそうか最初のあたり、うん、懐かしい嬉しい、ね、そうだな、うんうん言ってる方もずっと応援してるんですよねはい行きましょう角田市のキックンさん魔女の宅急便に黒猫ヤマトあなるほど黒猫がおい名古屋市のカニクリームコロスケさん一つ目お化け屋敷に本物の幽霊と一緒いやいやいやもう何でもありになってますけどねカニクリームコロスケさん2つ目キューピー3分クッキングでウルトラマンと一緒おいいよいいよねえうまくいかなきゃみたいな試食できないで帰っちゃういやいや食えた食えた食えたニコラス食えたすごいなこれいいですね、はい、大里町うなぎ水ワンさんジャイアンのリサイタル会場にのど自慢の鐘を鳴らす人いいですね秋田県男鹿市秋の日陰さんサファリパークに大阪のおばちゃんだからそうね。だからね。なんかうごめくだろうね。外食みたいになったよね。どこにいるか。逆に一緒に出てわっ。中に入ってる。びっくりしちゃう。神奈川県川崎市永遠の八木山魂さん。TBC ラジオカーに俺が助手席にいたら面白い。そうでもない。そうでもない。ツイッターからありがとうございます。アクセスホッパーさん。箱根駅伝のゴールをグリコのキャラと一緒に一緒に切るこのね、手挙げてる状態で ね、 すごいですねさあ今週、あまだありますね、はい、青葉区の山達さんお魚くわえたドラ猫を裸足で追っかけてるサザエさんの隣にウサインボルトすごいよこれサザエさんって早いんだっけ早いいやでも結構早そうですよあの、ね、アニメのタッチでは、うん秒速です秒速、はい山形県中山町サウサウアさん一つ目痩せてる人が最近太ってきたなってつぶやいてる横で肥満体な女性がいるああそうですねえ、はい、すごいのいろんなの探してくるね、はい、二つ目彼女との旅行中に偶然後ろには出張中の彼女のお父さんいやいやいやこれどうかわかんないよこれ、どうなるかな仕込みかもしれないです仕込み楽しくなる仕込みチケットさあお前とおったらおもろいは私だけどこで誰といたら面白い広島市のアホトキシンさんあの鐘の前であの岡田とミスター社長かもしれない香川県小豆郡道家さんプリクラを篠山家新と一貫人とったんだよねすごいねあの髪型で目が見かけなんだよポンって何枚目ぐらいで抜かされた自分が篠山さんが自分で自分でいいよいいよみたいないいねいいよいいよ目線ちょうだい目線ちょうだいプリクラでまあないとは言わないさあ今週ラストです静岡県浜松市オメガさんです修羅場のカップルの間に小島よしおがいてそんなの関係ねえって叫んでるあーいやねっすね海パンではいね修羅場さんじゃないですもん違いますねということで、はい、各所怒られそうです、はいさて、お前とおったらおもろいは私だけどこで誰といたら面白い、はい、今週すごい面白かった面白かったですねでもねあのでもねってみんな今週ガタッと来てますけどね、はいこの方にしましょうかね、この方あれ前のやつがこれあこれ、はい、これ何週目だろうこちら 2週目かなか、ね、はい、はい寿司三昧の社長と水族館魚の気持ちいいね、京都市のすりみさんはいおめでとうございます一言ネタ返しをねはいヤンヤンヤンヤヤギヤマ動物園でベニー系もね面白いでもヤンヤンヤンヤヤギヤマ動物園じゃないからねベニーなんだからねさあということで、来月からですね変わります来月はですねオノマトペって知ってますあ、はい、オノマトペ大賞ということで、はい最初に擬音をお願いしますね、はい、その後何の音って聞きますので面白い答えをお願いします例えばキーンキーン何の音ゴールドラッシュとかね
ほら、ちょっとなかなかわかる？わかんなかったです。キンキンってなんかこう、あ、ゴールドだ、金ね、キンキンってゴールドらしい。なるほどね、金この時間だから、起きて、起きて、おはよう、おはよう。まあそんなわけで、ちょっとまあちょっとこれは結構ね、はい、グレード高いですから、もっとグレード優しいのでいいですからね。はい、擬態語、まあ擬音語ですね、擬音語で擬音語を入れていただいて、はい、その後何の音って聞きますんで、その後答えを書いていただくっていうのを、6月、1ヶ月やりたいと思いますんで、よろしくお願いします。もろもろゲラットマーク 1260.jp メール、そしてツイッターはですね、ハッシュタグがんばった魂またはガンタマでお送りください。ただしプレゼントも当たりますんでね、プレゼントはメールの方がいいかなっていう感じでございます。お願いいたします。さあ、ここからは DJ 千葉雅人のお時間でございます。はい、あ、そうですか。なんかあの雅人くんが出てるということで、うん、メッセージ来てるんですよ、紹介してもらいましょうよ。はいはい、じゃあね、メールでいただきました、こちらラジオネームおなじみですね、もう状況ボーイ、はいはいはい、ね、久しぶり、皆さんチャビース、そしておかえりなさい。雅人さん、大喜利の番組に帰ってきましたね、うん、ラジオリスナーを初めて、24年、この名前を名乗って23年、雅人さんには TBC で放送されていたミュージックボンバーやレディオダイナマイトでラジオの楽しさを教えてもらいました。雅人さんがいたからこそここまで熱苦しいラジオリスナーになったと思います。相変わらず熱苦しいの状況は、まあね、グイグイ。ありがとう。あの時いつも生電話や僕のメッセージに対して頑張ると言ってくれたか、くれて心から感謝しています。これからも陰ながら雅人さんを、陰じゃなくて堂々とやってくれよ。この流れ懐かしい。ね、本当に俺もゲスト行ったけど、ありがとう、ね、ありがとうございますね、いただきましたよ。でも、ね、本当にいろいろ頑張ってて、最近はね、いろんなラジオもそうだけども、はい、そうテレビの方にもこうメール送ったりとかね、うん、TBC のね、ね、朝の番組とか、ね、本当に頑張って、うん、チェックしてんだ、前のめりな、すげえ頑張り屋さんのイメージを、あら、よかったじゃない、うん、状況ボーイ、ね、頑張ってて嬉しい、ね、で、あとこちらもね、懐かしい、はい、こちらはですね、多田義和さん、本名、うん、いただきました、仙台市青葉区、ありがとう、うん、前置きはこれくらいにして、今週のゲストが千葉雅人さんということですが、今回の出演のいきさつは番組の中で触れるとして、うん、あ、もう触れたかな、この後です、そうかね、マスさんといえば、あ、98年の10月から2005年の3月までインディーズに出ます。いやもう彼はデータマンだから多分合ってます。すごいね、多分合ってんだね、うん、99年の10月から2001年9月まで TBC ミュージックボンバー、2001年から2002年10月までラジオダイナマイトと TBC ラジオでも活躍されており、その後のレディオダイナマイトでの1年とインディーズインデックスの最後の1年では大喜利番組やってましたね、はい、しかもそのインディーズインデックスの最後の1年というのは放送時間がそっくりそのまま今のガンタマの時間、そうこの時間ですよ、当時私も本名ではなくラジオネームで参加してましたけれども、うん、個人的にはその後モンテリオ山形や現在の楽天ユースのスタジアム MC の方でもちょうど私自身がスタッフの一人としてかかってきたこともあって驚いたら、そうそう、結構球場であったりして、そうだね、そうなんですよ、よくイベントにね彼も来てくれて、まあまあまあうちらのイベントも来てもらいますね、なんでもう本当におなじみでということで、みんなも当時のラジオリスナーもがいまだにこうメールを送ったりしてくれてるのがラジオマンとして非常に嬉しい。うん、いや今全部18年喋らないですけど、そうだね、まあ、我々もそうです、本当あの代弁してもらってありがたいですよね、うんうん、もうラジオはねやっぱ顔が見えないって言いながらもこの文面ですごい見えるし、うんうんうん、会った時にねすっごいなんか涙出ること嬉しいもんね、なんかもう友達だよね、そうあの同志とか同志友達とか、うん、なんだろう ね、あれはあるある、本当に、ね、で一見ため語だもんね、ため語っていうか、まあまあそうだね、会うと僕的にはそうですよ、僕も初めて会ってもため語で、はい、ちゃんと言いたいことは言い合えるのはやっぱこうラジオのリスナーかなって、うんうんうんね、引き続きよろしくお願いします、ね、いやこちらこそありがとうございます、はい、まあ、これで今日はね状況ボーイ君のリクエストにお答えするんですが、うん、はい、ここでね雅人君がなぜ今日来たかっていう話をね、はいはい、しなきゃいけないんですけど、はい、なんで来たの、あのねその顔じゃない、実はもう楽天イーグルスとは今回関係なくて、あるイベントに僕出演することになりまして、うん、はい、というのはまあこれ別の間でちょっと話したこともあるかと思うんですけど、うん、ワッキーさんがいつもやっているのをね、はい、ちょっと代打で出てくれということで、そういうことはよくあるんですよ、そのイベントの MC、はい、こういう大会があるからちょっと MC やってくんないかとかっていうので、私ね今頼めないからだからね、なんだこれね、でね、まあそういう話かなと思って、僕もじゃあいいですよスケジュール空いてるんで多分大丈夫ですよ、はい、っていうことで伺ってたら、うん、どうやら、はい、その打ち合わせで不穏な空気が流れ、あれこれは司会じゃないですか、ね、まあまあ僕は多分司会だなっていう、はい、
ただこれは言うんですけど、あの飲んでる時にもう飲んでる時に話したんですよ、はい、そしたらもう彼は歌いたいと急に歌いたい喋りたいじゃない歌いたいって言って実は演歌が大好きだった話になったんで、これは歌ってもらおうじゃないかということで司会系歌が6月の2日のとっておきの音楽祭、うん、そうこちらの方で1時から1時半まで、うん、さっきもちゃんとね。そう、あの夏の思い出像。俺ここで。そう、あのさっき口走ったような気がしますけども、あの常禅寺通りのグリーンベッドのところにある、はい、それこそあのデュークサライヤ的なシュッっていうあの像あるじゃないですか。おなじみの。デジャブ仙台といえば。あそこのステージというか、はい、その場所で、うん、こうとっておきの音楽祭っていろんな場所でね、そうそうそう、そのステージというのがあるんですけども、はい、そこの場所での1時から1時半の時間帯を、うん、なぜか僕と静音千佳さんがですね、ね、一緒に、はい、で僕はデュエットする笹釜ラブソングの彼を歌うし、はい、あともう一曲ね演歌を披露する何か歌、これはだって僕人前で歌ったことないですよ。じゃあなんで言ったの飲み会の時に。いやだからそれはね覚えてない。歌いたいっていうのは人前でとは言うてない。あれあれ関係とかじゃない。ちょっと待って俺の前だけ。そう気持ち悪いだなって人前人前演歌好きだ歌いたいだっていうのとなんか出たいなは違うじゃない。でももう、まあ、もう逃げられませんだからね。そうそう、6月2日日曜日ね、まあ、素敵なイベントなんでね、まあそうそう、楽天球団の皆さんもねやっぱこういうやっぱとっておきの音楽祭っていうね、うんうん、あの素敵なイベントだったなということで、うんうん、皆さんもこうやって拍手してだから1時から喋る松戸くんもいるんですけど、それが楽天生命パークではなくて、なんと夏の思い出像のグリーンベルト前、さらに歌声も披露するということで、これはね今から逃げ出したいですで一応ネーミングは千葉松戸って検索しても出てこないんだよ、はい、どういう名前で、静音地下&代打ワッキーに変わりましたよ。そう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 。千葉ちゃんです。いいえ、ぜひね。はい、6月2日日曜日1時から1時半の間30分、グリーンベルト常禅寺通りの夏の思い出像の前でね。はい。僕がおどおどしてる姿をぜひ、ね、よかったら。緊張して像と同じ顔色になってくる。歌うあるMC はあっても、はい、歌うことはないよね。ないです。いや僕ありますかたまに。あなたは何でもやる。本当。何でもやる。ブラックバスでさ。言うからね。怖い。あなたも6月2日後言われるんですからね。そうだな。ブラックバスって、ね。癖、はい、になっちゃうかもしれないですよね。はい、はい、ぜひ皆さんお越しください、ね。ぜひあのよかったら。Facebook とかもありますから、ね。冷やかしに来ていただければ嬉しいかなと。そうだな。ぜひ声かけてください。ね。はい。さあそれではここで1曲状況ボーイさんのリクエストのお答えしたいと思います。はい、状況ボーイさんのリクエストで1曲お届けしましょう。藤原で明日が来る前に。楽屋町上京ボーイさんのリクエストをね、つんくさん大好きって実はこれつんくさんの曲というね、つんくさんが書いた曲、そうなんだ、はい、藤原で明日が来る前にお送りしました。さあ僕情報は Amazon や楽天にてワッキーかやまと検索しますとガチャガチャの本が買えます。秋葉総研ホームページや山形月刊タウン誌023にてガチャガチャのコラムを掲載中。またワッキーかやま公式 YouTube にて新規のガチャガチャの動画配信中でございます。そしてイベント6月4日火曜日ですが11時半からですね泉にあります松田病院でカプセルトイと笑いと健康という講演を行います、はい、どなたでも無料で参加できますのでぜひよろしくお願いします。6月4日火曜日ね平日なんですがお願いいたします。さあいきなりライブですが、はい、次回のいきなりライブは6月6日の木曜日となっております。場所は誰も知らない劇場で、夜の7時から前売り900円となっておりますのでぜひお越しください。はい、お願いします。さあそれでは次回放送予定のお題いきましょう。6月1日放送予定のお題です。締め切りは本日日曜日中です。1つ目、悪役プロレスラーガンタマデストロイヤー、ついつい優しさが出てしまう、それは何。2つ目、子供が話した驚きの楽しかったことをお願いいたします。ちょめちょめ部分ね、はい、お願いします。一言ネタはオノマトペ大賞、最初に擬音をお願いします、その後何の音と聞きますので面白い答えを お願いいたします。お題はアメブロ公式ブログでもチェックできます。少し早めの毎週火曜日夜にはアップします。メールはgera@1260.jp gra@1260.jp にて必ず住所氏名連絡先を明記ください。またツイッターからリプください。ハッシュタグはガンバッペ魂またはガンタマで。さあということで今週はですね楽天イーグルスの MC の千葉雅人くんね、6月2日にとっておきの音楽祭1時から、はい、常禅寺通りグリーンベルト夏の思い出像前で、うん、なんと歌も披露するという
ね、どうなるんでしょう ね、 ね、自分でも全く想像ができないですね、はい、この後僕がまた歌うんですよね、えあのお題で、あやっちゃうんです、ちょっと見てもらってね、やっちゃうね、そう歌うっていうのね、はい、さあ2つ目でございますが、芋筋トリオハイスクールララバイよりこちらをお聴きください。歌詞を変えて学生恋愛あるあるを歌ってください。さあ、まっすぐ行きますよ、うん、はい、愛媛県大洲市ジャンクボーイさん、デートは決まってファーストフード、あーお金ないからね、はい、多賀城市犬よにゃんとなけさん、映画デートで帰りは一人恋愛あるあるね、はい、角田市きっくんさん、彼女は可愛いけど彼氏がヤンキー。田舎あるあるですよ、ね、そうだ一応学生恋愛あるあるですよ香川県庄司郡道家さん、振られ気まずくやめてく部活同じ部活切ないっすね、うん、はいはい、宮城野区獅子舞子さん、夏休みに何人か大人の階段登るよく歌えたもん多賀城市野菜大好きさん、汗拭きタオル渡してくれたなんかいいっすね、いいっすね、確かに、まあ、今日はストレートでいい野菜さん、うん、宮城野区アイラブグデタマさん、個人情報を何でも入手卒業の中に載ってましたよね、載ってたの、載ってた住所とか、僕らの時代そうですもんね、そう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 そベニーランドで観覧車に誘う何もそうですね、やっぱね、いろいろとね、うん、富谷五寸の釘さん、教科書を借りて香りを堪能教科書まで、ジャンクは印刷の量が強いからね、うん、お題参ります、音楽お願いします、歌詞を変えて学生恋愛あるあるを歌ってください、涌谷町上京ボーイさん、モテないやつ言う俺彼女いらん、あーそうね、そうなったね、はいはい、確かにね鳥取県米子市グレート大梅田さん、漫画のエロ知識実行したりこれはお姉さんから怒られる、ね、うん、名古屋市カニクリームコロスケさん、目が合うだけでその日はハッピー、あーかわいい、かわいい、静岡県オメガさん、二股なんて余裕のよっちゃいもう今ねコンプライアンスですからね、いろいろダメですけどね、はい、茨城県常総市ソフト立ち王さん、部屋のポスターでキスの練習かわいい、かわいい、これかわいい、これやばい、やったこれ対話帳サバミソさん、こっそり買ったおそろの小物、おー、半身用具とかね、かね、あの雑貨屋行くもんね、デートって言ったらね、そうだね、さあ、そしてこちら、青葉くミスターわらすこさん、あ、A は辞典借りてラブにアンダーライン神奈川県藤沢市よっきゅんさん、修学旅行で好きな人言い合う、ああそうだね、さあここから複数回答ね、そしてツイッターのコーナーでございます、じゃあまずツイッター行きましょうかね、ツイッターです、ブラックメンさん一つ目、部活サーボって怒られヘビー、あ、これ全然違いますありがとうございます、さあそして2つ以上でございます、神奈川県川崎市永遠の八木山魂さん一つ目、女子寮の部屋に思い切って侵入今や犯罪ですね、ですね、まあ、学生あるある昔ですからね、はい、2つ目、尻上がりにバーニングハートなんだこれ、そこはかとない80年代感ですね、そうですね、やっぱりこれハイスクールララバイですから、はい、福島県相馬市しまちゃんさん一つ目、俺のバイブルはホットドッグプレス読んだな、読んだ、2つ目、匂いを気にしてコロンつけすぎ恋愛あるテックスワンとかでやそうだな、何の匂いってね、匂いを立体に感じるっていうの青葉区山立さん一つ目、
嫌い嫌いが好きへと変わる歌詞みたいな歌詞みたいな元々みたいな、2つ目夏休み明け彼女が激変なんかあったんですね、何かあったんでしょうね。さあ学生年があるある歌ってますよ。はい、石巻市シャダナレインボーさん1つ目一年女子は先輩を好きになるめちゃうのね、関係ないですね、文字数ね。二つ目偶然装い待ち伏せするあ宮城野くん関心タイガースさん一つ目告白したらすぐにタメ口二つ目ベロベロってもう何でもなめたりそうですよ、まあ、学生のやつだよ、そうですよ、何でも舐めてるんですよ、そういうもんですよ関心タイガーさん3つ目好きなのにそうついついいじめるあ、ね、大里町うなぎぬねずもんさん1つ目プレパラート時々壊す恋愛は恋愛いやいや隣にほらいたから好きな人あ緊張してたからうなぎさん2つ目振り返るととっくにいない寂しいね宮城野くん5つの青い風船さん1つ目平泳ぎの彼女の後ろを泳ぐやびったこれねえじゃない絵が浮かぶやんか、ね、平泳ぎの彼女の後ろを泳ぐね2つ目フォークダンスは目の色変わる3つ目話すことメモして電話をするあったねそうだね、4つ目映画の内容覚えてないあなんかいいね平泳ぎの彼女の後ろを泳ぐっていう書いた人とは思えないよね確かに同じ人だぞ淡い思いでございます、はい広島市アホトキシンさん一つ目服装がダサくて一気に冷めるセーフじゃないと、まあ、そんでもあってね二つ目家の前を無意味にうろつく三つ目透けたブーラで飯7杯いける四つ目噛み終わったガムこっそりもらうこっそりもらえる拾ってるよしょうがないですよ、この人学生恋愛あるあ秋田県お菓子秋の日陰さん一つ目初デートは近場のイオン二つ目いいところなのにおかんが乱入三つ目大体のカップル学校祭で誕生4つ目大体モテるのサッカー部のやつ偏見偏見ですよ5つ目同窓会行ったら激変ショックあさあラストでございますよ神奈川県横浜市トラネキサムさん1つ目好きと言うまで消しカス食わす怖いよいるかそんなやつそんなやついるかよお前怖いやつじゃないですか。怖いやつ。あるあるですか。ああ、これあるあるだ。他であと3つあるこの人。二つ目。モテなさすぎて来世に期待。間違えた。ね。三つ目。もどかしくて規制を発す。四つ目。思い知ったあてあの子にドロップキックいやいやいやだダメだからダメやべえなはいということでございましてですね、うん、はいね何でしたっけ芋筋トリオのハイスクールライバーねベビーアラービショー好き好きベイビーもう元ネタが全然ないですね、うん、はいということで歌詞を書いて学生恋愛あるあるを歌ってくださいということでいやみんなやべえやついっぱい出たすごい青春です ね最後の人すごかったねすごかったですね、まあ一応この辺も含めて、MVP と、あとはまあねゲスト賞が決まるというわけでございますってここで言わないでよ、ねうんうん、さあそれではですねもろもろ決まる前に1曲参りましょう大崎市鹿島台倫理社会さんの芸人ソングリクエストザ・ドリフターズに来ていますね乗ってる温度ザ・ドリフターズ乗ってる温度をお送りしましたでなかなかネタが思いつかないという方は芸人様のリクエストもお願いいたしますさあそれでは6月1日放送予定のお題参りましょう締め切りは本日日曜日中です1つ目悪役プロレスラーガンダマデストロイヤーついつい優しさが出てしまうそれは何2つ目
子供が話した驚きの楽しかったことをお願いいたします。はい、ちょめちょめちょめの部分にお願いしますね。はい、一言ネタはオノマトペ大賞、最初に擬音をお願いいたします。その後何の音と聞きますので面白い答えをお願いいたします。お題はアメーバ番組公式ブログでもチェックできます。住所、氏名、年齢、連絡先を書いてください。投稿はメールゲラアットマーク 1260.jp GRA アットマーク 1260.jp、 またツイッターでも参加 OK です。さあそれではですね、今日は DJ マサトがやってまいりましたんで、はい、まずはゲストショーでございます。はい、我々の社員じゃない、我々の写真にサインをしてですね、うんうん、お送りするということで、はい、さあどれ選んだんだろうね。じゃあ、はい、先ほどのあの芋筋トリオのハイスクールララバイの替え歌のコーナーありましたよね。もうさ、すげえ気持ちわかるなっていう、皆さんも出しそうだったと思います。このネタ、ベロベロってもう何でも舐めたい。わかる。なんで、そうだったじゃないですか。舐めないけど、もう舐めたいくれたりとか。まあ、昔ね。大きいさんが椅子舐めたりしてた。いや、あんただな。あんただ。椅子舐めたね。というネタの宮城の句の関心対談。これはもう、ね、この厨房感たまらないですね。そうですね。はい。好き好きベイビーがベロベロ舐めたいってことなんですよね。それでもいい。それでもいい。さあ、それでは。その上を行くですね、はい、MVP でございますが、 MVP はですね、特に裏番長君っぺお気に入りという、はい、2つ目の題、芋筋トリオハイスクールララバイよりベビーアラービソー好き好きベイビー、歌詞を変えて恋愛、学生恋愛あるあるを歌ってくださいということでね、平泳ぎの彼女の後ろを泳ぐこれ次回やってこれでいいんですかね。はい、いいですよ。ということで、お久しぶりですね、うん、宮城の5つの青い風船さん、おめでとうございます。ね、他にも3つぐらいネタ出してましたけどね、うん、本当に一人で考えてんのかっていうのがですね、引き出しが多くて感動いたしました。ありがとうございます。さあということで、本日は千葉雅人さんにね、うん、来ていただきまして、はい、まあ、楽天生命パークに来てもらいたいですね、皆さんね。そうですね、一度やっぱね、生で見ると本当に面白いです。これからね、暖かくなってくるとまたナイターなんかですけど、非常に気持ちいいですから、まあもちろんね、勝ち負けはこれはありますんでね、うん、ですけど本当に勝った試合とか気持ちいいですから、ね、で、うちの球場は本当に世界に誇るいろんなエンターテインメントに関して本当に一生懸命頑張ってるので、ぜひお子様連れの方にも楽しんでいただけるような、はい、いろんな出し物、アトラクションとかありますので、ぜひ一度来ていただければ嬉しいなと。はい、東北に住んでから一度来てほしいですよ。で、6月2日はグリーンベルトの層の前でね、で1時からとっておきの音楽祭ね、静音千佳さんプラス代打ということで、ね、どうなるんでしょうね。いや、わからんわ。ぜひ皆さん足をお越しください、はい、さあ、この番組ではですね、いろいろプレゼントなんかも当たりますんで、住所、氏名、連絡先書いてくださいね。もろもろゲラアットマーク 1260.jp でお待ちしております。お題は公式ブログでチェックできます。少し早めの火曜夜にアップしております。通常毎週火曜18時から YouTube ライブにて生放送しております。本放送は無料アプリラジコにてもチェックできます。オンエア後 YouTube で公開しますので、こちらも参考ください。はい、ということでね、はい、よく喋るようになったな。ありがとうございます。いつも噛んで若干遅めに俺に来るから。はい、そうよ。じゃあまず6月2日ね、トッピーの音楽祭頑張ってくださいね。はい、よろしくお願いします。ということで、お相手は私、塾長ワッキー貝山と佐藤君高とハンナとラクテイルススタジオ MC の千葉雅人でした。で、また聞いてくださいね。ずんだずんだ。ずんだずんだは聞いてねえよ。聞いてないね、これ書いてない。ずんだずんだみたいな。ずんだんだ、まだ一応やってます。はい、収録のトークでございます。難しいだろこれ、ラジオやりながら、うん、ちょっと、うん、自分の出番じゃなくてこうやってやろう。これ全部映ってるから。ミスちゃダメ。難しいでしょ。いや、今そうなんだ。そういう時代か。そういう時代なんですよ。まあということでね、うん、楽天イーグルスの MC の千葉雅人さん、はい、1時間いかがだったでしょうか。いや、楽しかったですよ、普通に。試合終わった選手のなんかロッカー室みたいな感じだったんですよ。1ファンとして、まあ、早いな展開が。やっぱり1時間にやっぱりこうね、凝縮して、まあ、あれでもね、やっぱり一人でも多くのネタ、ね、面白いネタ紹介したいっていうのもあるからね。それ分かってる、やっぱりね。これね、でもさ、ほら、しゃべり手としては、その一つのネタを広げてさ、うん、もうこういうしゃべりたいっていう欲求と戦いだったりもするじゃない。うん、
それ昔やりすぎちゃってね。いや俺もそれでね、そうなんだよね、そうなん、もっとそんなお前のつまんない話よりもっとネタ紹介しようって言われることもあるもんね。そうそうそう、今もうこれが多分ね、うん、目いっぱいかな。そうだろうな。ほんとはね、やっぱり早いよ、相当これの振りがほんとは欲しいの、やっぱね、大喜利だとね、うん、あですけど、まあ、こうやってネタの方向皆さん送ってきてもらってるので、うん、いつでも多くね。ただベロベロ舐めたい、うん、ね、縦笛はね、うん、ほとんど皆さんなんかこうご挨拶文のように入ってた、うん、かぶるとね、それはちょっとボツっちゃうのね、うん、一番多かったのはあの彼女の笛をベロベロ舐めるみたいな、すごかったです。あるあるの中のあるあるだもんね。そうそう、うん、だそこからもう少し突出すると、うん、何でもベロベロ舐めたい。その方やっぱ恋心ってそういうもんじゃん。そうそうそう、笛だから舐めたいじゃん、もう何でももう、そうそうそう、何でもダメです。そうそうそう、いやそれこそね、あの教科書の匂いとかそういうのもあったけども、うん、まあ、当時さ、あの匂いのする消しゴムとかあったり、うん、文具っていうか文房具が匂いついてるから、はい、コーラの練り消し食ってるやつだもん。あでも美味しそうだもんね。美味しそうだ、美味しそうだ、本当に匂いでね、本物みたいなんですね。いや、あなたはまだ一応宝飾とかいろいろあるけど我々なんかギリジュエもらえるかどうかの世代だったからさ、うまいもなんかもあんまり記憶ないからさ、当時だって絶対体に悪いの食べてたよね。食ってた、食ってた、うん、だよ、もうそれ知らない木の実食べてるもんね。知らない木の実、知らない木の実食べてたよ。取り食ってから大丈夫だってそれあんた横手だからでしょ。秋田を包括してばっかり俺も先代じゃ知らないけど、秋田の人もメール来てたよね。そうそう、昔からね。そうそうそう、うん、まあ、その人も木の実食ったかどうかも。大体食ってますよね。だから、あの鳥がついばんでたら大丈夫っていうのあるんですよ。すうん、死なないっていう。まあまあね、そういうのあるでしょうね。はい、なんですか、でもダメですよ、一応ね。鳥ついばんでから食べちゃう、今は。あ、そう、今ダメですよ。これ見たら真似する子もいますから。そうすると毎回毎回あの言ってることはこうフィクションですみたいにいただければ。そうだね。編集するようなマンパンも美味しくいただきました。食べちゃった。さあ、ということで、まあ、ぜひね、はい、今度は10年後とか言わずにこのスピード感、ね、俺無理だと思うわ、10年後。いやそうよ、結構体力勝負だから ね、特にこのネタ系の番組は本当に回転数だったりするし ね、 そうですね。いや頑張ってるね、はい、10年素晴らしい。ありがとうございます。今日はあの、はい、いつもあのハンナが、うん、ちょっと締めてるんですけど、うん、その YouTube、まさとのそのスタジオ DJ 的なノリで、あのさ、YouTube をご覧ください、はい、ありがとうございました、お忘れもないようにお書きくださいみたいな、なんかさっき、いや、やってもいいけど、クロージングトークみたいな、やってもいいけど、何に一つ閉まらないよ、それ。え、いや、だってこれ、本当、アーカイブ見ると、うん、全部閉まってないもん。いつものやつ見せてもらって、そうそうそう、はい、で、これダメだったなと思ったら、そう、で、ずんだ、ずんだって、うん、さっき終わってさ、さっき、もうやりたかった、さっきやれなくて、ハッてなっちゃったから、いろいろあった、ずんだ、ずんだ、ずんだやりたいな。じゃあ、はい、はい、いつものは、うん、あの私顔が丸いので丸丸スマイルでこれでご一緒にお願いいたします。はい、いや、ちょっと待って、あの過去のアーカイブ、過去のアーカイブ見てもこんなにノリノリちゃんあんまりいない。そうよ、すごい受け入れてくれる。全開でやろうよ、全開で全力でやろうよ、全力ですね、全力でやろうよ、これで締まるかんで、じゃあ、じゃあ後にお疲れ様でしたとか言ってちゃんと声で、いい声、全力スマイル、あ、願います、いきます、はい、せーの、丸丸スマイル。いや、DJ でも出してこない、これ出すなよ、お前。おやすみなさい。